でちょっとスピーチをお願いしたいと思います。池袋駅ご通行中の皆さん、こんばんは。私たちは、こちらに立っていて今署名を集めています参議院議員の山添拓さんのサポーター、山部のメンバーです。今日は憲法を生かす署名、3000万人の声を届けようと安倍九条改憲のの署名をこの場所で集めています。私がなぜ憲法九条を守りたいかという思いをこの場所でアピールするかということをお話ししたいと思います。私は、農家と一緒に生産者の団体で働いています。戦争になると必ず食べ物は不足してしまいます。特に今の日本、食料輸入の割合、皆さんご存知ですか？昨年2016年度の国内生産の自給率は 37.5%、 つまり約6割以上が外国からの輸入で、私たちの今この国の食料が成り立っているということになります。もしこの日本で争い事が起き、そして海外で戦争するようなことが起きてしまえば、この食料はどうなりますか？皆さんが今安心して食べたい、そして子どもたちやおじいちゃんおばあちゃんと一緒に年末の楽しい食卓を囲む、それすらこの戦争になってしまえば日常が非日常に変わってしまいます。憲法9条を守るということは、私は今ここで皆さんが当たり前のように生活しているものと同じことだと思うんです。でも今年の5月3日に安倍首相がこの憲法を変えると明言した後、2020年まであと残り3年もない中でこの憲法を変えようとしている動き、本当に私は危険だと思っています。今年は憲法が施行されて70年です。私は私の子供や孫がおじいちゃんおばあちゃんになっても、この今の憲法が生かされる日本であってほしいといつも思っています。ぜひ皆さん、今日ここで皆さんに署名のお願いをしています。皆さんが毎日のように国会に行くことはできないかもしれませんが、ここで皆さんのお名前を書いていただければ、この声は国会へと届けられます。ぜひどうぞご協力をよろしくお願いいたします。ここで書けないという方、この周りで配っているチラシ、署名用紙もついていますので、ぜひこの署名にもお持ち帰りいただいて後で送ってください。本当にこの有権者の4分の1と言われる3000万人の署名を集めて改憲させないという私たちの願いを国会へと届けていきましょう。どうぞご協力をよろしくお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございました。私たちは山添拓参議院議員を応援する山部、勝手連山部のメンバーです。